90式野砲は、1920年代後期から1930年代初期にかけて開発、採用された大日本帝国陸軍の野砲。本校では機械化牽引を目的とした派生型、機動90式野砲についても詳述する。第二次世界大戦では、改造38式野砲、95式野砲と共に、帝国陸軍の主力野砲として運用された。 90式野砲の開発以前、帝国陸軍の主力野砲は1907年に正式採用された38式野砲であったが、1910年代の第一次世界大戦を経て、火砲の性能が格段の上昇を遂げると、中体福崎の導入に伴う過渡期の産物であった38式野砲は、陳腐化してしまった。陸軍はこの事態に際し、1920年代に、 コストと時間の関係から38式野砲を改良して最大射程を伸ばした改造38式野砲を開発、量産する一方で新型野砲の導入に向けた動きを1920年から進めていた。しかし当時の日本には列強各国の新型火砲と同等のものを自力で開発できる技術がなかったため新型野放の開発は 必然的に外国の技術に頼ることとなり、陸軍は外国に視察団を派遣しその設計を依頼することにした。この過程で注目を集めたのが、下方先進国であるフランスのシュナイダー社が提案した 75mm 野ーであった。シュナイダー製のこの 75mm 野ーは、世界で初めて方針ご座方式を採用した、フランス国営兵器交渉製の 75mm。 ヤホーエメリー1897の影響を受け発展させたもので、開脚式砲画などいくつかの新技術が取り入れられていた。陸軍はシュナイダー社と交渉を重ね、最終的にこの新型ヤホーの購入とそれに伴う新技術の取得で合意した。陸軍は当初シュナイダー砲の購入で得られた新技術をもとに新型ヤホーを開発する予定であったが、コスト面や 技術的な観点及び購入法自体が優れていたことなどから最終的にシュナイダー野砲に改良を加えたものを新型野砲として導入することにした改良の主なポイントはヨーロッパ大陸での運用を前提にしているシュナイダー野砲を中国大陸での運用に適したものにすることであった本法の設計は1928年に開始され 数度の改正を経て1930年に姿勢法が完成。1931年に仮正式制定を経て1932年に90式野砲として正式制定された。本法の技術的特徴、自己緊縮方式の採用による方針の交弾力の向上、方向性大気の採用による射撃時の砲外の反動低減、中体複雑器に空気式を採用することで、 反動の吸収を、容易か、開脚式砲がと打ち込み式中式の採用による、射角、方向限界の増大と射撃操作の容易か。しかし、重量が課題であったため参謀本部の作戦担当者は、この点を問題とし、機動性に重点を置いた、さらなる新型矢砲の開発を主張した結果、開発、生産されたのが95式矢砲である。他方、 実用側の部隊からは、長射程の90式野砲を主力野砲とすべきと、視聴資料者の意見は対立した。結果、関東軍の第二師団で90式野砲の部隊実験を行った。結果、長射程が重量課題を補って、あまりある価値があることを証明したため、以降90式野砲の整備が進められていった。本砲の射撃速度は2分以内ならば、毎分10から12発。 5分以内ならば、毎分6から8発、数時間の持続射撃ならば、毎分2発であった。3式中戦車チヌボーン砲はその性能を生かして、対戦車砲としても使用され、一式軌道 47mm 砲をしのぐ、その大火力を発揮した。装甲貫鉄能力の数値は、射撃対象の装甲板や実施した年代など、試験条件により異なるが、 通常の一式鉄鋼弾を使用した場合は射距離1000メートル、約70ミリメートル、500メートル、約80ミリメートル、タングステンクロム鋼弾の特鋼を使用した場合は1000メートル、約85ミリメートル、500メートル、約100ミリメートルであった。一式鉄鋼弾は、気象金属の配給上の問題により、クロム1%モリーブデン0.2%、多少量のニッケルを含有した。 高炭素鋼を使用したアメリカ陸軍の鉄鋼弾と異なり炭素0.5から0.75%を含む鋼を作出して成形、炭型へ加工後に熱処理で硬化して作薬を充填したものを用いていた。また、1945年8月のアメリカ旧陸軍省の情報資料においては、土した90式野砲の装甲貫鉄能力の数値は一式鉄鋼弾を使用し、 衝撃角度90度で命中した場合は、射距離1500ヤード、2.4イン、1000ヤード、2.8イン、750ヤード、3.0イン、500ヤード、3.3イン、250ヤード、2.4インとなっている。なお、本砲は、戦車砲として、1式7センチメートル半自走砲、1式砲戦車砲に合いの美砲として転用され、 さらに回収型である三式7センチメートル反戦車砲が三式抽選車チノと三式砲戦車ホニ3に搭載されている。チノ車とホニ3車は量産されたものの本土決戦のため内地に温存され抽選を迎えたがホニアイ車はフィリピン防衛戦とビルマ戦線などに少数が投入された。フィリピンではサラクサク峠の戦いにて上実の軌道砲兵。 第2連隊の法に愛車4両が、同連隊の軌道90式野砲と共に、活躍している、軌道90式野砲1931年3月、同年に仮正式制定となる90式野砲を臨時に、機械化牽引する目的をもってサスペンション付けの台車を研究することになり、翌年5月に設計着手、1934年に完成し、 1935年8月に90式夜砲機動台車として制定された。制定は後述の機動90式夜砲とほぼ同時期になったが、既存90式夜砲装備部隊の自動車化のために先に生産に入り、牽引車の代わりに自動化車で牽引させた。これとは別に本格的な機械化砲併用の化砲研究のため、1931年3月、 90式ホ砲機動台車の研究開始と、同日付けで90式ホ砲を回収した、機械ヤホ砲の研究が決まり、1933年6月に、設計着手、回収は車軸を、サスペンション方式とし、車輪に直径 830mm のパンクレスゴムタイヤを採用、その他細部の回収が実施された。2次にわたる、試験の結果、射撃精度は、 通常の90式野砲とほぼ同等であることが証明され、1935年3月23日に正式が上進され、同年8月9日に軌道90式野砲として制定された。軌道90式野砲は1939年には実戦投入されているが、本格的な配備は1942年に戦車師団及びその例下となる。 機動砲兵連隊が編成されて以後のことになる。なお、製造された機動90式野砲には90式野砲から改造された砲もあった。牽引車には主に98式四トン牽引車が使用された。1945年4月、ビルマ戦線でイギリス陸軍に露隔された機動90式野砲90式野砲のウ陣ジンは1931年の満州事変であり。 その長射程が多少の重量課題面を補ってあまりあることを証明した。このため、以後90式野砲の整備が進むこととなる。しかしながら、帝国陸軍はドイツ陸軍及びアメリカ陸軍の運用方式に習い、師団砲兵の火力向上のため1930年代末頃から主力火砲を従来の 75mm 野砲2から3個、大体、 10cm 径榴弾砲1個大体、編成から、野砲1個中体及び、軽榴弾砲2個中体からなる3個、大体、15cm 重榴弾砲1個大体に、改変する計画を立て、野砲と3砲の生産を禁縮し、91式重0流の量産に努めていたため、90式野砲自体は小水しか生産されなかった。 機動九十式野砲のウィジンは1939年の野門藩事件で、八門を要する独立野砲兵隊、一連隊の二個中隊が、第23師団霊下として投入された。本砲は、当初、安岡死隊に自家境すべく配備されたが、7月1日よりの両岸攻撃では、野砲兵第13連隊の第2大隊と交代させられ、左岸の小林隊に、 自家教師だ。1941年に太平洋戦争が勃発すると、九十式野砲、機動九十式野砲もまた連合軍との戦いに投入された。1944年のフィリピン防衛戦では、機動九十式野砲を要する戦車、第二師団霊下の機動砲兵、第二連隊の二個中隊が投入された。その後も洋刀の戦いで、戦車、 第26連隊の8門、沖縄戦で戦車、第27連隊の4門などが使用されている。特に沖縄戦では2門の軌道90式野砲が海岸砲としてアメリカ海軍の艦艇を砲撃し、海岸戦防御の誘導砲兵として戦った大阪造兵賞第一製作所が1942年10月末に調査した火砲製造完成数は、 90式野砲82問、軌道90式野砲274問であった。昭和18年3月末の整備状況調査では、軌道90式野砲を昭和17年度に110問製造している。また、戦略爆撃調査団の要請により作成された、兵器生産状況調査表によると、軌道90式野砲を大阪造兵賞第三製作所において、 昭和18年度に50門製造したとされる。総生産数については、90式野法、約200門軌道90式野法約600門とする説がある。中国人民革命軍事博物館の軌道90、式野法軌道90式野法の主な現存法としては、アメリカオクラホマ州法と、シルのアメリカ陸軍野戦法兵博物館及び、中国北京市の中国人民、 革命軍事博物館に原型を保った比較的良好な状態で収蔵、展示されている。また戦車砲としては、ホニアイ社がメリーランド州アバディーのアメリカ陸軍兵器博物館に、チヌ社が茨城県土浦市の陸上自衛隊武器学校に収蔵、展示されている。ありがとうございます。